オレダモです。本日の食材がこちら、サラガイ。見たことなくて、思わず買っちゃいました。マンジュガイとか言うらしいですね。で、生きてる状態なのでお作りで食べれると。まあお作りで食べたいし、やっぱりね、貝は焼いて食べるのが好きなんで、コンロで焼きながらお酒飲みながら食べていきたいと思います。早速やっていきます。僕のチャンネルは素敵な魚をさばいて調理する動画を主に配信しております。魚さばきに興味のある方、また今日の動画を見ていただいていいなと思っていただける方は、ぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。ではやっていきます。ということで、まずはね、表面の汚れをちょっと取っていきまーす。では焼き後、刺身後でいこうかな。で、この辺をね、匂ったら死んでるやつすぐわかります。めっちゃ臭いんで、貝の死んだやつは。扱ったことがないんでどうやって開けるかわからんけど、中身はね、ちょっとアサリっぽい感じみたいなので、要は貝柱を外せばいいから、こんな感じで。お、めっちゃ簡単かも。ここか、貝柱。よし、どう？え、めっちゃ肉厚じゃん。お、肉厚やん。めっちゃでかいやん。ここに貝柱があるから、よし。あ、めっちゃ簡単です。とんのでっか、うまそう。簡単。もう僕はスプーンで今いきましたけど、普通に口から2箇所あるんかな、貝柱が。こことこら辺に、そこを狙って当てる。あ、抵抗してきよう。で、反対側も当てる。ほな、パカッと開く。あ、ちょっと。で、なんかね、貝柱がお刺身できるらしい。で、紐とかはちょっと湯引きして、内臓は完全に落とさなかん。ノロウイルスって、牡蠣だけじゃないんですよ。二枚貝に、結構、汚染されやすくて、二枚貝が。どうしてもね、この、海水をめっちゃ吸い込むんでね。だから基本的に二枚貝の生食はリスクがあります。基本的には。解体していきます。まず紐やな。紐。これ紐。紐。紐。で、これは食べれんのかな。ここは内臓に当たらへんの。怖いな。もうこれは絶対ヒートさんダメです。うん、まあ、指くか、やっぱり。ちょっと開いて、この紐と今のベロっていうか、なんていうかな、湯引きします。ここはどうしようかな。酒蒸しにする。これこのまま味噌汁、味噌汁にしようか。味噌汁にしよう。で、これは焼くと。よし。で、沸いてきたんで、さっと湯引き。まず紐からね、さーっと。多分ね、生でもいけるはず。で、冷水にとってください。このベロの部分、ベロっていうの、なんていうの、鳥貝もここ食べますよね。これもサッとでいいと思う。レア気味に。見えへん。で、内臓のとこ入れていきます。もうさっき
貝汁にしようか、このまま味噌汁じゃなくて。せっかくやしね、この出汁がよくわかるようにちょっとだけ文明の利器入れておきます。でこいつはちょっと水切りしておきます。薄口塩、うんめ、なんじゃこりゃ、超貝、パンパンうまいやん。さてさて、貝殻がねちょっと蝶々みたいで可愛いんで、これは使った方がいいですね。これ一口でいけるかな。あ、どうしよう、ちょっとだけ切ろうか、こんな感じ。うん、ちょっと蝶々で可愛いけど切断。あ、やり直します、すみませんね。蝶々で可愛かったけど、火もで、貝柱ちっちゃいな。よし、はい、OK でしょう。大作りの完成です。はい、では貝汁の方ね、温め直しました。1個、2個、よいしょ。で、ネギですね。はい、貝汁の完成です。食べていきたいと思います。はい、ではいただきます。まず焼いときます。3つぐらいでいいか。じゃあちょっと温かいうちにまず汁いこう。見えないねいただきます。うんま、うわやべ、汁しみる。うん、ちょっとそんな感動だ。でもうまい、めっちゃ濃厚っすね。うまっ。あの、イカシで買われてたんで砂抜けてるかなと思ったんですけど、ちょっと砂かもね。でもめっちゃ美味しい。これ今思ったんですけど、開いた時にバンってかかってくる気がしてきた。こっち向けとこう。すげえそんな気がしてきた。ここでビールを開けときます。泡が育ってる間にお作りいく。まず貝柱いきましょう。これは完全な生です。いただきます。うん、甘っ。お、今日は泡の育ちが早いね。うん、あのね、めっちゃうまい。これはひょっとしてホタテ貝より甘いちゃうかな。ね。お、イライラ。あー、こんにちは。でかいな、ほんまに身が肉厚っすよ、ほんまの。うわぁ、ほら、分かってた、こうなることは。こっち向けといて正解や。よし、アフがだいぶ育ったんでビールいただきます。
たまらんね。お、はい、はい、こんにちは。よいしょ。で、開いた時点でほぼほぼできてるんですけど、もうちょい火を通すんですけど、これ、酒と醤油を1対1で割ってます。これを、かけまーす。かけまーす。おー。かけまーす。で、ちょっと火を緩めて、まあ、醤油が焦げる手前で食べたいと思います。はい。めっちゃうまそう。ひもこ。はい、湯引きした紐ですね。うわ、うめ。あのね、赤貝の紐にめっちゃ似てます。すごく歯ごたえがあってめっちゃ美味しい。臭みゼロですね、この貝。で、この一番肉厚のとこね。です。うん、おー、面白い。ごっつうまい。真ん中のもやけてそうなんで食べてみましょう。ほっ。こんな感じね。これ一口きついな。熱そうやな。一口いくか。よし、行こう。いただきます。でかい、かなりでかい。うん、超濃厚。ね、焼きが一番熱くかも。うまっ。めっちゃうまい貝やな。ということでエンディング撮りたいと思います。はい、ごちそうさまでした。めちゃくちゃ美味しかったです。貝をやるの結構珍しいですよね。美味しかったですね。もう見たことない貝でした。あんまりこの京都では出回ってないですね。うん。ハマグリとかアサリより僕は濃厚やし好きですね。好きな貝ランキングトップに入るぐらいめっちゃ美味しかったです。でね、やっぱ刺身にするよりはやっぱり焼いたり、あとね、多分酒蒸しもめちゃくちゃ美味しいと思う。で、出汁がええ出汁出たんで、うん、貝汁最高でした。だから、またね、珍しい貝があったら、買いに行きたいな。うん。貝取ったら捕まりますしね。潮干狩りとかは大丈夫ですよ。ああいうところは。うん。一応密漁扱いになるんちゃうかな。大体の貝は。まあ、珍しい貝があったら買ってきて動画にしたいと思います。ということで、今日はこの辺で終わりたいと思います。コメント、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。今日もありがとうございました。いつもありがとうございます。